おいでっつってフルクラムにダマヤは連れてかれることになりました。お、なんか関係ありそうですね。ダマヤはこれからフルクラムに向かって、そこでオルジェンの使用をする。そしてサイアナイトはフルクラムの普段拠点としている、でサイアナイトノードステーションに向かったんですよ。人が誰もいないんですね。おかしい。で、馬小屋の方を見てみると、半分凍った馬が3頭死んでるんですね。やっぱりあんな巨大な揺れを起こすエネルギーだから、とてつもない円環帯を発生させて、あたりのものを、そのノードステーション丸々を凍らしてしまったんですね。どこに、そこにいたオロジェンも、でオロジェンどこだっつって、ノードステーションの真ん中にピラミッドみたいな施設があるんですよ。あそこに違いないっつって、アラバスタと一緒に入ると、真ん中に椅子があるんですね。そこでサイアナイトはアラバスターがノードステーションに向かう前、全てのオルジェンは一度はノードステーションを見るべきだ、そう言っていたんですけど、その理由を知ることになるんですよ。真ん中に椅子がある。そして少年が座ってるんですよ。足も手もすっごい細い、マッチ棒みたいに細いんですよ。で、いろんな管が取り付けられてる。顔はうつむいてる。で、腹になんか管のような袋が取り付けられてる。死んでるんですよ。その周りに大人がいて、扉の近くにも倒れてる人間がいる。この少年が揺れの原因だったんですね。そんなことはありえない、さやないと思うんですよ。こんなことが許されるはずない。いくらオルジェンの少年だからといってこんな扱い、その少年はもう生きられるギリギリの栄養だけをこの管から注入させて、もう意識はない状態で、オルジェンの力だけを無理やり出させられる、そんな状態でずっと死んでたんですね。いや、死んでるというよりほぼ仮死状態みたいな状態にさせられていたけど、それが何の原因か、誰かが起こしてしまったんですね、その少年を。そしてオルジェンの本能が反応してしまった。その少年は瞬間的に自分の身を守るために力を使って、そのノードステーションの全員を凍らせて殺してしまい、そして大きな揺れを起こして、その少年も死んでしまったっていうことが分かったんですね。そん絶望するんですよ。こんなひどい扱いを受けるなんて。で、アラバスタその少年のとこに行って見てるんですね。無表情で見て、でその少年とアラバスタを見比べると似てるんですよ。似てる。アラバスタは言ってた。私にはおそらく12人の子供がいる。アラバスタも強制的に10シリンで優秀ですから、優秀な遺伝子を残すために子作りをさせられるんですけど、おそらく12人の子供がいるけど、私はその誰とも会ったことがない。その子たちがその後どうなったか知らない。しかし私の子供なら簡単に10シリンになれるような能力を備えているだろう。しかしそのフルクラムの中には10シリン、全ての指輪を持っているマスターはアラバスターしかいないんですよ。じゃあアラバスターと同等の能力を持っていてもおかしくない子供たちは一体どこに行ったのか。今そのノードステーションで管につながれ死んでいる子供はアラバスタにいている。ああ、そういうことか。サイアナイトは気づくんですよ。こんなことがあっていいはずない。だからアラバスタはノードステーションを見るべきだ。そう言ってたのか。気づくんですよ。アラバスタの子たちは、アラバスタが作らされた子供たちは、おそらくノードステーションで無理やり力を酷使させられていたことがわかるんです。ここで二人は、一度落ち着いてノードステーションを後にして、元々の目的地東海岸にあるアライアという都市に向かいます。エッスンはというと一人で旅をして南に進んでたんですが、当てはないんですよ。どこに娘がいてどこに夫がいるか分かんない。そもそも娘が生きているかすら分からないんですが、とりあえず夫を探している。そんな中ある夜野宿してたんですね。野宿すると暗闇に人影があったんですよ。なんだと思ってみると少年がいるんですよ。年はおそらく6歳か7歳ぐらいの少年がいるんですね。で、真っ黒いんですよ。でもよく見るとその黒い色は肌の色じゃなくて汚いんですよ、ものすごい。肌の色はもっと白いんですが、全然で、目は漂白で真っ白なんですよ。で、その少年がいるんですよ。あなたは誰？僕はホアって言ったんですよ。そのホアと名乗る少年とエッスンは今後一緒に旅をしていくことになります。で、この謎の少年ホアはいつもボロい
布切れに何かを包んで大事そうに持って、それで一緒に歩いてるんです。でエッスンはこのフォアと一緒に旅をしてたんですが、おかしいことがあるんですよ。このフォア寝なくていいんですね。あんまり寝るのが必要ないらしい。でもうすごい難民が溢れて物騒になって灰も降ってきてますから、すごい警戒してるんですけど、エッスンは寝なきゃいけないからフォアに見張りを頼んだりしてたんですね。である夜寝てると急に叫び声が聞こえてきたんですよ。エッスンとフォアが野宿してたのはみんながなんか道の途中にある中継地点のような場所だったんですが、そこに人がいろんな人が流れてきますからいたんですけど、急に叫び声が聞こえてみんなが慌ただしく動き出して、エッスンも頑張って逃げるんですよ、フォアを連れて。でしばらく離れたところで落ち着いたんですけど、何があったんだろう、わかんないけど、とりあえず荷物置いてきちゃったから戻ろうっつって戻り始めるんですよ。で戻って中継地点の小屋みたいなところに入るんですね。みんなが慌てて逃げたからいろんなものが散乱してるんですよ、その小屋の中にも周りにも。で小屋入ってみると一人女がいるんですよ。謎の女がいろんな人のものを物色してるんですね。こんなに早く戻る人が他にもいて、まだ3人しかいないんですよ、その小屋の中には。で後ろでうなり声がしたんですね。で見てみるとカークーサっていう動物がいたんですね。このカークーサっていうのがどういうのかはちょっと想像は難しかったんですけど、犬みたいなカワウソだと思ってください。結構でかいんですよでかい犬ぐらいでかいカワウソ。犬っていうのはこの世界いるんですけど、すごい高くて飼えないので、みんなカークーサ、この草食動物なんですけどね、カークーサを飼ってるんですよ。カークーサは普段草食動物なんですけど、季節が始まると灰の雨が降ったり酸性雨が降ったりして植物が食べられなくなったり、灰をかぶってまずくなったりする。そうするとカークーサのもう一つの本性が出てきて肉食になるんですね、この季節が始まると。カークーサは、そのカークーサが口を赤くしてうなってるんですよ、小屋の方を向いて。で3人はドキッとするんですね、やばい。でエッスンは自分力使えるから力使おうとするんですけど、この今初めて女に会ってもやばいかもしれないし、このフォアも自分のことをまだ分かんないはずだ、オルジェンだとは。どうしようって、待ってるとフォアが急に前に歩き出すんです、そのカークーサのところに。でカークーサが待てってエッスンが言うんですけど、フォア止まらないんですよ。でカークーサが噛みついたんですね、腕にガッ噛みついたんですけど動かなくなるんですよ、急に。でガッ噛みついたままガッ動かなくなって、だんだん石になってくるんですね、このままガーって。で石になってって白くなってって、完全に動き止まったまま石になっちゃうんです。何が起こってるんだっつって、フォアの腕からは血が流れてるんですよ、おかしいっつって。でフォアが腕を動かすと犬じゃなかったです。カークーサの口がバーって外れて割れたんですよ、完全に石になってる。一体何なんだこの少年。フォアの謎がますます深まったところで、次はこの女トンキーと名乗る女なんですが、この女も加えて3人で旅をすることになりました。そしてフォアなんですが、他にも不思議なことができる。なんとエッスンがオルジェンだと気づいていたんですね、すでに。で道はあっちこっち、自分の娘がどこにいるか、エッスンの娘がどこにいるか、フォアが道を案内し始めたんですね。どうやらなんとなくオルジェンの場所がわかるらしい。でもフォアはオルジェンじゃないんですよ、明らかに。オルジェンはそんな索敵能力、何百メートル先にオルジェンがいるとかそういったことはわからないはずなんですね。もちろん目の前にいたらオルジェンかオルジェンじゃないかわかるんですが、おかしい、なんだこの少年は思いながら3人で旅を始めた。それがエッスンの今のところの状況になります。そろそろ皆さん気づきましたか、時間が違うんですよ。エッスンは北で揺れが起こって今灰の雨が降ってる、季節がすでに始まってるんですよ。しかしサイアナイトとダマヤはまだ違いますよね。サイアナイトはフルクラムにいて任務を仰せ使って、そこからアラバスターと一緒にノードステーションに行って寄って、そこから今アライアに向かってる。でダマヤは自分が隠れオルジェンということがバレてシャファという守護者が来て向かっている。さあ一方サイアナイトなんですけど、サイアナイトはノードステーションを離れてアラバスターと一緒にアライアに着いたんですね。アライア着いたんですけど、仕事を依頼してきたくせにすっごい態度悪いんですよ。
まずアライアの指導者には会えないんですよ。指導者の秘書の秘書ぐらい対応してくるんですけど、それもそいつもすっごい態度悪いんですよ。みたいな、いや今すいません指導者は会えませんみたいな、無理ですみたいな言われて、で交渉がうまいんですね、すごいアラバスターは。だからじゃあやりませんよ仕事みたいな、指導者だって仕事依頼したのそうでしょ、だから私たちホテル帰りますからっつって、でもう今日は仕事やんないんでっつって、疲れましたから旅来てって言って、もうさっさと戻っちゃうんですねホテルに。で2人で夜ご飯食べて、で寝てたんですけど、夜サヤナイトがちょっと起きると横でアラバスターが痙攣してるんですよ。バーで筋肉が硬直してる、どうなっただ、急にどうしたのどうしたのって言うんですけど、もう何も言えないんですよ。力を使い始めたんですね。でサヤナイトがまた巻き込まれていくんですよ、バーってまた私の力を使われてるんですよ。けどその時おかしなことが起こったんです。なんか上に上に登っていく感覚がしたんですね。なんだこの感覚って思いながら、でアラバスターなんとか自分でサヤナイトの力使ってバーッ吐いたんですね。なんか白いものを吐いたんですよ、バーッ毒だ、ホテルで食べた夕食に毒が紛れ込んでた。しかもなぜかアラバスターのものにだけ毒が紛れ込んでたんですね。どうしてだって考えるんですけど、わかんないですよ。アライアの人々は仕事を依頼してきたから、今の時点でアラバスターを殺すわけにはいかない。確かに態度は悪かったけど殺す理由にはならないだろう。一体誰が、この犯人がわからないままアラバスターは自分の力をその夜使い切ってしまったので体調が優れないんですよ。毒を完全に体の中から取り除けたわけじゃないんですね。そもそも毒を取り除くこと自体冴えないとは信じられなかったんですよ。大きな地面を動かしたりということはできるけど、その力を自分の体内にある小さいものにまで向けるなんて、そんなことは不可能だと思ってけど、現に自分の目の前にいる十七人はそれをやってのけた。この十七人とてつもないことができる。そして他の人が知らないようなこともボツボツ言ってたりするんですよ。何それみたいな、なんだこの十七人、何か重要なことを知ってるらしいんですね、このアラバスター。けどアラバスターはもう使い物にならなくなってしまったわけですよ。毒もられて体調も優れない。だからサヤナイト一人で仕事をすることになったんですね。で浜辺というか港に連れてってもらって、ここにサンゴ礁があるんです、これをどかしてくださいって言われて知覚するんですよ。ああこんな感じになってるのか、けどおかしいって感じるんですよ。確かにサンゴ礁はある、あれが船の邪魔になってることはわかる。けどサンゴ礁の下にあるものなんかあるって思ったんですよ。なんかすっごいでかいものがある、しかもおそらく自然にできたものじゃない。なぜならその謎の物体超まっすぐなんですね、バーって。なんだこのまっすぐなもの、わかんない。上のサンゴ礁だけ取り除いても船は通れるんだけど、それだけ取り除いてもまた数十年経ったらサンゴ礁が生えてきて同じ仕事を頼むことになる。それは困ります、向こうは言ってるんですよ。じゃあわかりました、私まだ一回もサンゴ礁除去したことないですけどやってみます。サヤナイトはサンゴ礁の除去だけじゃなく、その下にある謎の物体の除去もすることにしたんですね。皆さん離れてくださいって、みんなバーって離れたんですよ。で力を使おうとしたんですけど、なかなかその謎の物体だけは動かせないんですね。その下にある、そのさらに下にある地面とかなら動かせるんですけど、なかなかできない。けど頑張ってうーんつってバーって上げると、ブワーッととてつもなくでかいオベリスクが出てきたんですね。普段は空中に浮いてる雲のできるとこ、そんな高いところに浮いてるオベリスクが出てきたんですよ、バーって。めちゃくちゃでかいんですね。ずっと上がってる途中なんですけど、端から端まで1マイルぐらいあるんですよ。1マイルって 1.6 キロぐらいあるんですよ。とてつもなくでかいオベリスクがバーって、赤いんですよ、半透明の赤いオベリスクがバーって出てくるんですよ。けどしかもそのオベリスクひび割れてるんですね、なんか半分壊れてる。しかもそのオベリスクの中に石杭が埋まってるんですよ。口と顔を開けてこんなカーッつって石杭がバーン埋まってるんですけど、なんだあれって思いながらブワー出てきて浮かび上がるんですよ、オベリスクが。なんだあれって思いながら、一応除去できましたってことになったんですけど、それをフルクラム拠点に報告するとそこで待機しろって言われるんですよ。こんなのおかしいって思うんですけど、サヤナイトはそれでアラバスタと一緒に散歩してたんですね、外オベリスク見ながら。おかしいなーつって、でアラバスターは
オベリスクの話はするなサヤナイトに言ってたんですね、ホテルの中で。で歩いてるとやっぱりおかしいって言うんですよ。でサヤナイトもうすうす気づいてるんですよ。自分があのオベリスクを持ち上げた時にアラバスターが夜使った上に上に落ちていく感覚、上がっていくじゃないですよ、なぜか上に上に落ちていく、その感覚が正しいらしいんですが、その感覚を少し感じたんですね。やっぱりあなたもあのオベリスクを操れるんですね、言いながらアラバスターもそれを分かってるふうに2人で歩いていくんです。歩道を歩いてるんですよ。で手すりのある道なんですね。でその手すりの上に上半身裸の男が座ってるんですよ。でこっちを見て笑ってるんですね。その男に気づくとアラバスターがキュッてめっちゃ緊張してるんですよ、こわばってるんですよ。何があったの？その男笑ってるんですよ。何してるんだ思うと。で歩いていくんですけど止まるんですね。男が来て、男が降りて、君はやっぱりバカだなアラバスターって言うんですよ。守護者だ、気づくんです、ね、その守護者が笑ってる。で手にはなんか小さいナイフみたいなのを持ってる。で急にアラバスターがサヤナイトのことを突き通したんですね。バーンって、なんだ、もうサヤナイトわけわかんなくて起きたんですけど、起きるとアラバスターが逆に倒れてるんですよ、うつ伏せになって、なんか鎖骨のところに石が刺さってるんですよ。で守護者の男はというと長い黒曜石の剣を持ってるんですよ。なぜ石の剣かっていうと、この世界では季節がたびたび第五の季節が訪れるんで、そうすると灰の雨が降ったり酸性が降ったりします。そうすると鉄はすぐ錆びちゃうのであんまり使い物にならないということで、この大陸では鉄への評価は低いんですね。その代わり人々は石で剣を作ったり、建物も結構石が使われたりして石の評価が高いんですよ。男は石の黒曜石の剣を持ってるんですね。やばい、殺されるって、もうアラバスターは倒れてるし力が使えない、どうしよう、自分も力が使えなくなってるんですよ。守護者はオロジェンを抑え込む不思議な能力があるから、いつもの地面を操る能力が使えない、どうしよう、やるしかない、近くに浮いてるあの赤色のオベリスクの力を使うんですね。ガーッ、で自分がこれは現実じゃないんですけど、オベリスクの中上がっていく感覚がするんですよ。けどオベリスクがひび割れてるから痛いんですね。なんか自分が切り裂かれるような感覚がする、痛い痛い痛いって上がっていくんですけど、で石食いが埋まってるところまで行ったんですね。で石食いが埋まってるからなぜかその時自分でも分からなかったんですけど、サヤナイト大丈夫ですかって聞いたんですよ。埋まってる石食いにこうやってカッ、すると石がガーッて向いて、大丈夫、心配してくれてありがとうって言うんですよ。するとオベリスクがバーン砕けるっていうところで一回サヤナイトの話終わるんですね。一方エッスンはというと、旅をトンキーと、トンキーとホアと続けてたんですが、トンキーとホアと続けてたんですが、ホアがここここここ場所が分かるよ、ね、ついて行ってたんですが、おかしくなってきたんですよ、だんだん。ホアが自分の能力を使えなくなって、だんだん、あれこっちかなこっちかな、ちょっと迷うようになってきた。最後の方はもうあんまり分かんなくなってきたんですよ。でそんな中旅続けてたんですけど、トンキーもおかしいなってことに気づいたんですよ。ある日トンキーが水浴びをしてたんですけど、トンキーは女じゃなかったんですよ、男だったんですね。トンキーは一物がついてたんですよ、トンキーには。しかもひげが生えてきたんですね、途中から。途中まではなんか薬みたいのを飲んでたんですけど、それがなくなってからひげが生え出して、なんかひげを剃らなくなってきた。それがすごいイライラして、ヒゲを剃らなきゃいけなくなってきたんですね。それをすごいイライラしてたんですね、トンキーを。だんだんイライラしながら話して、ホアもだんだん場所が分かんなくなってきた。でエッスンに相談したんですよ。おかしいっつって、あんたみたいのがたくさん集まってる場所がいるって言ったんですよ。オルジェンがたくさん集まってる場所、何十人もいるよって言われて、え、何その場所、もしかしたらそこにいるかもしれない、分かった、じゃあ行ってみようっつって、そのオルジェンがたくさん集まってる謎の場所に行くことにしたんです。でそこにたどり着くと誰もいないんですよ。コムがあるんですけど、建物があってそこに誰もいない、おかしいっつって、で小屋みたいなところに行くと3人女が出てきたんですね。で一番前の女が一番なんか威圧感がある、自信に満ち溢れた女で、オルジェンだって会っただけで分かるんです。一家と名乗るその女なんですが、その女の後ろに細い女がいるんですけど、その女が急に歯を見せて笑い出したんですね。けどその女肌がツルッツルなんですよ、なぜか。そして歯が
か肌がツルツルなんですよ。そして歯がギザギザなんですよ。普通の人間の歯じゃない、しかも透明で、隣のフォアを見るとフォアがいつもになんかいつもなんか真顔で何考えてるのか分かんない顔なんですけど、その子その時はもう歯をむき出しにしてガーって睨んでるんです、その女を。でフォアの歯もギザギザなんですよ。あれおかしい、今までこんなフォア見たことない、しかも今まで一回もフォアの歯を見たことなかったんですよ、こんなギザギザの歯があるなんて。で一家がやめろって言うんですね、自分の後ろにいる歯を透明の歯をギザギザの歯をむき出しにしてる女とフォアに、やめてくれと、ここのリーダーは私だよっつって、エッスンが聞くんですよね、ここに男、それから7歳6歳ぐらいの男の子、あ女の子だ、女の子来てないか、するといないって言われるんですよ。はっ、ここでついに希望がついてしまうんですね。これまで頑張ってずっと探してきた自分の娘と自分の夫、しかしフォアがどこにいるかだんだん分からなくなってしまった。それでも探してた最後の希望がこのオルジェンがたくさんいる場所だった。しかしもうそこにはいないと言われて泣き崩れるんですよ。バーン、そんな、しばらくすると落ち着いて言ったんですけど、もしかしたら変装してここに紛れ込んでるかもしれない、私たちは地下にいるっつって、ついてくるかって言われて、ついていくよって言われて、その3人は結局一家に連れられて地下に行くことになるんですね。で地下すごい何キロも下っていくんですよ、下に。バーン、もともと坑道があって鉱山があったらしいんですけど、そこを下っていくと地下にすっごい大きな空間があって、石が掘り出されて作られてるんですけど、そこに大きな都市があったんですよ、地下都市が。うわートンキはすごい、うわーって、トンキはなんかすごい頭がいいらしいんですね、いろんなことを知っててすごい好奇心旺盛なんですよ。うわーってすごい見てるんですけど、さえエッスンもすごいそれに見入られながら、これなんなの、サンゼ帝国の前にあった古代文明のものらしいんですね。いろんな機械、空気を上下入れ替えする機械と、それから水を源泉から引っ張ってくるような機械あるんですけど、他にもいろんな機械あるんですけど、その半分もどうやって動いてるかわかんない古代帝国の、あ、古代文明の遺産が見つかったんですけど、その使い方仕組みはよく分かってないけど、なんとか使えてるっていう状態で、まあそれで満足して使ってたんですね。その中にオルジンがたくさんいるんですよ。オルジンだけじゃない、石食いもたくさんいるんです、ね、もうフォアの正体は明らかになったんですよ。明らかに石食い、石食いの特徴は歯がギザギザで透明なんですよ。フォアはなぜか普通の人間のような見た目するけど、石のように、石食いと同じような歯になってる。そしてさっきの女も明らかに石食いだった。石食いも結構いるらしい。で一家も、一家はオルジェンで、一家がどうやってオルジェンを集めたかというと、なんか不思議な力があるんですね。ギューって一家が力を使おうとすると、さ、エッスンがすごい引き寄せられる感覚にするんですよ。坂道みたいにガーって謎の力を使える。それを使うとある時試すと人が集まってきたらしいんですね。そしてここに地下都市にコムを築いたらしいんです。この地下都市でエッスンと、それからホア、それからトンキーは過ごすことになります。で一方ダマヤなんですけど、ダマヤすごい話してませんでしたね。ダマヤの部分結構短いんですけど、ダマヤフルクラムに送られることになったんですが、シャファと一緒に守護者の、シャファが自分の担当の守護者になったんですよ。守護者は何人かのオルジェンを担当していたりするんですけど、一緒に向かってたんですね、フルクラムに。そんな中、自分の力をコントロールできるかいって言われて、自分の力ぐらいできるって言ったんですよ、ダマヤは。けど本当にできるかいっつって、で手を掴まれたんですね。僕は今から君の手を折るよって言われたんです、急に。急に厳しい、今まで優しかったのに。なんか笑ってるんですけどね、守護者は大体ずっと笑ってるんですよ。で笑いながら手を掴まれて、やめてやめてって言うんですけど、バキって折られるんですよ。バン、痛い痛いってなるんですけど、まだ10歳ぐらいの女の子ですよ。腕折られて、バン、あー痛いっつって、守護者に絶対にノーと言ってはいけないんですよ。ここでまたオルジェンがどういう扱いを受けるかっていうことがはっきり描かれてるんですね。オルジェンはもはや一応人とカテゴライズされてるんですけど、人々から差別されてる、お前たちなんかは人間じゃないとされてるんですね。だから守護者によって完全に制御されてる、守護者に対してノーということは
できないんですね。拒否権はないんですよ。言われたことをそのままやらなければいけない。絶対に守護者の言うことは聞かなきゃいけない。オルジェンたちはフルグラムの、そしてユメネスの道具なんですね。その事実を受け入れなければいけない。手を折られて痛い言いながらフルクラムについて、フルクラムから学ぶことになるんです。